Life is full of things to manage: your work, your family, your plans, and your treatment. Consider Keytruda, ofatumumab 20 milligram injection. You can take it yourself from the comfort of home. If you're ready for something different, ask your healthcare provider about Keytruda, and check out the details at keytruda.com. Brought to you by Novartis Pharmaceuticals Corporation. この時間は日替わりコメンテーターによる解説で日々のニュースを掘り下げていきますブラッシュアップです。月曜日のコメンテーターは音楽プロデューサー松尾清さんです。さあ、松尾さん。今日この時間はどんな話題でしょうか。はい、えー、アメリカの、まあ日本のね、総裁選や代表選ももう本当今週末に近づいてますけれども、はいはい、アメリカの大統領選挙というのもかなりの盛り上がりを見せておりますた。そうですね はい、えー、そんな中で、えー、と皆さん、お聞きおびの方も多いかと思いますが、えー、カマラ・ハリスさんですね、はいえー、民主党の、のはい、現在、副大統領ですね。そうですね、はいで。彼女に投票を表明したテイラー・スウィフトさんの<ー>お話から。えー カマラハレスさんをめぐる音楽との関係というのをお話ししたいんですが、テイラー・ーはいはい、ラスフィフトさんがあの、まあ、前から、ずいぶん前からあの今回の大統領選挙に大きな力を持っているというのは言われていたんですよね。うん、ねで、それはあの、まあ、そこに至る前段があって、えー 前回のね、あのー、選挙の時も、テイラー・スウィフトさんはもうすでに発言力大きかったので、ええ、あのー、彼女の同行が、その若い人たちの、うん、まあ、選挙人登録にすごく大きな力を、力とか影響をね、及ぼしているっていうこと言われていたんですが、はい。はい、はい、えっと、 今、バックで流れている曲は、えっと、テイラー・スウフトのオンリー・ディ・ヤングという曲で、これはの、2018年のアメリカの中間選挙あの、彼女の地元でありますナッシュビルがあるテネシーのね、テネシー州の上院議員選挙で、まああの、テイラーが自分の支持する民主党が、えー、の候補の方が落選したことに関して、まあ ひ,ひどく落ち込んで、うん、ちょっともうこれ以上は、あのー、黙っていられないと。と、うん、ういうのは、テラスフトっていうのは、あのー、カントリーシンガーという、はい、まあ、非常にあのー、アメリカの、その、特に、えー、白人の保守的な文化の BGM と言えるような音楽の畑から出てきてるんで、そう、えー、いうところでは、あのー、 割となん,ていうんですよね。拡調性が強いというか、その。うん、お男が活躍して、女はそれを支えるみたいな。うん、あの、まあ、旧来の。価値観の中で、女の人はあんまり。社会や政治にも行っちゃいけないっていうところが、ね。根、うん、強くあって、で、彼女もそれをずっとそこの。自分の。と、うん、いう出自。の中で、素直ないい子ちゃんっていう。と、ころでいなきゃいけないのか、それとも。どん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 この。 自分の中で目覚めてくることどう向き合うかみたいな葛藤があってでこの「オリディ・ヤング」っていうもういやもう若い人たちもうみんな言いたいこと言おうよ死んでもって言いたいこと言おうよっていう歌を歌ったんですね、はいでまあ、それがあの、まあ、2020年あったり、まあ、日本にも結構話題になったかと思うんですが、はい、でそういうことを踏まえてのお今回の 大統領選挙、テイラー・まあ、ーラスウィフトさんが、えー、ちょっと公式声明を出したんで、その中の一部を、まず、あのまあ、これの、彼女はインスタグラムにね、はい、彼女はとにかく、は、えー、めておくと反トランプであり、トランプを支持している、共和党を支持しているイーロン・マスクのことをおおお、まあ、すごく意識してイーロン、イーロンの えー、司さどる X には投稿しないんですよ。は<ー>はい、なもので、インスタグラムになってるんですけれども、はい、まあそのインスタグラムの投稿の中の一部をちょっと橋本さんに読んでいただきましょうか、はい、最近、AI で作られた私が、ドナルド・トランプ氏を支持するという偽情報が、彼のサイトに投稿されたと知りままししたたに対するる不安そして誤った情報が広まることの危うささを思い知らされました。 このことで有権者として私がこの選挙にどう向き合っているか明らかにする必要があるという考えに至りました偽情報には真実で対抗するのが最もシンプルな方法なのです私は2024年の大統領選挙でカマラ・ハリス氏とティム・ウォルズ氏に投票します私は権利と大義のために戦う人が必要だと信じていますが カマラ氏は戦っているからです。ハリス氏は着実な手腕と才能を備えたリーダーだと感じています。混沌ではなく、冷静さを持って導くことができれば、私たちはこの国でさらに多くのことを達成できるでしょう。はい。ということで、まあね、あの、一言で言うと。 立派なもんだなぁなんて僕は思っちゃうんですけど、あ<ー>あのというのは彼女が今その、アメリカのというか、世界における、その勝ビズでどれだけの位置にあるかっていうのを知ってる方であれば、この言葉がどれだけの重みを持って、えー、アメリカのお隅々まで届いていくかっていうことが容易に想像できるでしょうから。うん その言葉に対して責任を持つ、そしてそのあの言葉の効力っていうのを致出するというか、まああのうん、しこう知り尽くしたところで、それをどう,どう選ぶかとか、まああの、非常に隅々まで計算の行き届いた、でも熱を感じさせる言葉に胸を打たれますね。うんはい、もちろんあの、あれですよ。あの 民主党を支持する、共和党を支持する、まあ、あるいはハリスさん支持する、トランプさん支持するっていうのは、皆さんの自由かと思いますし、うんええ、はい。あの、日本で暮らす我々にとってもいろんな見方があって、あの、当然です。そこは尊重したいんですけれども、あの、スイフトさんは、あの、そのさっきちょっと話ありましたけれども、その、トランプ、 さんの SNS 上にあの、自分がトランプさんを支持しているように見えるという、偽の画像が投稿されたんですよね、はい、これを、まあ、その大統領候補であるトランプさんがその疑わしい画像を投稿すること自体が、まあ、例えば日本の政治家の方々の振る舞いとかと比べると、ちょっとびっくりするようなことだったりするんですが。 そうですねそ,それに対して、毅然とっていうのは、これは僕ら、日本で暮らす人間からすると、あれを思い出しちゃいますよね、あの星野源さんの,、うん、あのうちで踊ろうっていう、コロナ禍のあの中です、ねね、コロナ禍の時にね、はい、あれが、まあ、いろんな形でいろんなあの人たちが、うん、あのネット上でコラボするっていう、ミーム化したっていうのありましたけど、はい、その時にあに当時のね、 あのまあ、ご,ご健在だった安倍晋三さんが、あれとマシュアップしたような動画を出して、うんで、それは元の星野さんの意向と違うんじゃないかっていう、うん、それに対して星野さんはどうするんだっていうときに、確かの時星野さんは、えー、とインスタのストーリーズで、まあ、あの控えめにではありますけれどもあの、自分の意図ではないってことを。うん あの伝えられた、まあ、あれでも大変だったんだろうなというふうに察しますが、事実上、あれ以降、あのー、星野さんは目立った社会的政治的発言が、あのー、なくなってしまったようにも見受けられまして、えええー、やっぱり、うん、そうですね、あのー、普段から発端の色をきちんと示しておかないと、あのー、自分の 趣旨とは違う使われ方をされてしまうことがある、政治家によってね。うん、っていうのを、我々見せつけられたんですが、はいえー、まさにそのデジャブ感があります、今回のテイラー・スウィフトさんのね、相手が大統領候補であろうと、元大統領であろうと、これ、偽に対しては真実でっていう。うん あの対抗するっていう、もう星野源さんがねよ、よく持ちネタで偽アッキラってなってることを考えてみると、この偽っていう言葉、うん、やっぱり本当すごく、シ別においても政治においても、偽会否かっていうの大きな概念なんだなって思いますね、うん、改めてね。で、その、えー、まあ一旦日本のことを置いときまして、はい、あカマラ・えー、ハリスさんは今回、えー まあ、その女性アーティスト、テイラー・スイフトさんの強力な、あの、援護を、援護し射撃といなまあ強力な応援を得たわけなんですが、はい、それに先駆けて、えー、彼女は今、あのー、自分のこ公式のテーマソングとして、えー、ビヨンセさんのフリーダムといをっで、これもあの、 まあもちろんフリーダムに限らずですけども、その、ビヨンセさんは、まあ以前から、ジョー・バイデンの時からそうですし、まあもっと前からそうか、民主党の、えー、支持であることで、ね、まあこれは一般的に、えー、アラ R&B アーティスト、ヒップホップアーティスト、まあアフリカ・アメリカの人たちは民主党を支持する方が伝統的に多いですから、えーえー、そういう前段あっての、 おこのフリーランスの仕様使用だったんですけれども、うんうん、あのー、さらにそれに先駆けて、前回のその副大統領候補の時は、メアリー・うん、リジブライジのワーク・ダットっていう曲をその、演説の時の入場テーマに立っていたなぁなんて思い出したりして、はいあのー、改めてこうカマラ・ハリスさんって、 まあ、あえて言いますけど、普通に R&B 好きだなとか思ったりするんですけど、あの、ご興味ある方は、スポティファイでねか、あの、カムラハリスさんの選ぶお気に入りの曲リストとかっていうの作ったりしてるんで、んこれって、あのー、ご存知の方も多いと思いますけれども、あのー、以前、あのー、オバマさんもね、夏休みに、夏の時期になると必ず今年の,あのプレイリストって発表して、 趣味いいなあなんてことよくあの音楽マニアの間で語られてたんですけれどもあのこういうふうにあれですねあの普段その政治という仕事に従事している人があの普段はこういうポップミュージック聴いてこういう曲に共感しているっていうのをプレイリストで知るっていうのはなかなか今風の話でもあるし、うん すごく、ぐっとこう、なんていうのかな、政治に対する壁みたいな、バリアみたいなのを下げ,下げてくれる話でもあるんで、はい、日本でもやればいいんじゃないかななんていうふうに思ったりもしたという、ちょっとごめんなさい、あのどちらかって話になりましたけどもね、あのポップミュージックと、えー、政治ともすればこう、別個のものというふうに考えられがちなんですが、えー、その,あの理想的な、優しい関係っていうのはあるんじゃないかな。 っていうのをおうまあ今の大統領選を見ながら感じたという次第ですここまで松尾清志のブラッシュアップお送りしました RKB ラジオを聞きの皆様声優の早見沙織です毎週土曜朝7時放送の帰りたいサラリーマンに陽子役で出演しておりますポッドキャスト YouTube でも配信中ぜひ聞いてください